はい、億万合宿シリーズをご覧の皆様、速稼塾の久保でございます。速稼塾は無敵です。ただしですよ、やればですよ。大体ね、速稼塾入ってもやらない人はいるんですよ。やらずに儲からないっていうんですよね。で、やらなくて儲かるやつを探してるんですよ。いやー、魔法みたいな世界があるもんだなと思いましたね。まあ、速稼塾の基本の商品っていうのは、まあ、会うことなんですよね。で、やっぱりね、会うことを繰り返していくこと、初めての人に会うこと、そしてもっと言えばね、自分が会いたい人になっていくっていうことです。人格を身につけたりとかね、行動力を身につけたりとかっていう、非常に大事になってきますけども、まあ、そういう五択を抜きにして、じゃあね、絶対売れる商品って何ですかっていうふうなね、問い合わせがあった時に私はこう答えます。じゃあ10万円儲かる方法を2万円で売ったら、これ売れると思いませんかってことなんですよ。いや、これが売れないんだったらどうしましょうって話ですよね。どうしようもないですよ。だから10万円儲かる方法を2万円で売りますよ、でいいんじゃないですかね。速稼塾の中にこのカリキュラムありますよ、その自己アフィリエイトっていうものからね、うん、で自己アフィリエイト自分がやってなければこれを売れないんですよ。いや、そんなんですよ。自己アフィリエイト一生懸命やって10万円とは言わないけど、5万円儲かる方法がね、見つかったら、そしたらそれを1万円で売ってもいいわけですよね。いくらでももはやいいです。3万円儲かる方法を10万円で売るっていうことも可能です。なぜなら3万円を繰り返していけば30万円になるからですよね。そういうふうにして商品っていうのはいくらでも作れるんですよ。肝心なのはセールスなんですよ、うん、だから誰にいつ売るかってことがみんな決められないんですよね、うん、私はこう思います。今あなたに売ろうと、そういうふうに思うんですよね。だからここまでやってきたんですよ、うん、で上級者になってくると、ネットに販売品目を置いとけば勝手に売れて入金があるっていう世界が来ますけども、最初の一歩ですらないですね。最初は目の前の人を一人用で大事にすることだと思います。まあ、だからこそ無敵になるんですよね。目の前の人にひるまずに、その人に徹底的に尽くすからですね。その人の必要なものを提供していく、そしたらやっぱり必要としてくれる、売れるっていうことになってきます、うん、まあ本当ここしかないです。最初の第一歩なかなか突破できないんですよね。私がね、自己アフィリエイト教えても、一人で粛々と自己アフィリエイト一生懸命やるだけで、自己アフィリエイトの方法を人に教えましたって言ったら全然教えてないんですよね。それじゃ何も進まないと思います。まあこれが全てだと思いますよ。で投資案件とかね、全然投資扱えないのに行っちゃうとかになっちゃうんですよね。暗号通貨もそうですよね。逃げて暗号通貨ならと思って、一番難しいもので、まあ資金を回収されちゃうというね。そうではないんですよ。いつでも自分が稼げる人間になるのが一番の基本で、それを繰り返していって果てにあるのが、投資にお金を預けておいて増えるみたいなね、形なんですよね、やっぱりね、自分が稼げる人間がどうかっていうことなんですよ。稼げる案件に乗るかどうかではないんですよ。自分が稼げる人間がどうか、ただそれだけです。そのためには会いたい自分になっていくってことをね、徹底的に追求した方がよろしいかと思いますね。